はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。モロウィンドウ次からプレイしていきたいと思います。前回はですね、サンストーンの儀式を、終わらせて、でその後にアースストーンですね、アースストーンに立ち寄ったんですけども、立ち寄った時にはその北東ですね、北東を調べろと。でもそのジャーナルでは北西になってるんですよね。で、どっちが正しいのかわかんなくて、とりあえず北西に、今来ている感じなんですけども、このままこの辺、調べて何もなさそうなら、一度戻って北東の方ですね。それか先に、もう一つの、ウォーターストーンかな、こっちを先にやってしまうっていうのも、もうだいぶ多分近いと思うんで、よし、とりあえずこの辺調べながらですね。あの人か。もうあれ、ウォーターストーンじゃないかな。うっすら見えるんだけど。あ、なんだこれ。あ、スノーウルフ。毛皮は2枚。この毛皮があれば、オリジナルの防具作ってもらえますね。これかな？うん。ウォーターストーン、西の沖合にある小島へと赴き、泳ぎ手を追ってウォーターオブライフ、西に赴き海岸より離れた小島を目指せ、ウォーターオブライフを探し出すため、スイマーの後に続け。西の小島、うわー天気が悪い。一応右上の地図にちっちゃい小島っぽいところはあるけど、天気が悪すぎるな。あ、お前よくこんなとこ裸で。あれだ。あれでもなんか、色が違う。スイマー。黒いホーカーだ。スイマーを見つけた。それは黒い色をしたホーカーだった。これの後をついて行けば良いはずだ。この、
はいはいはい。いや、結構遠いな。危ない危ない。呼吸。ジャーナルが更新。スイマーの導きで海底洞窟の入り口にたどり着いた。海底洞窟。ちょっと上に上がって。これだ。なんか変わったクエストが多いな。呼吸が。あ、これやばいんじゃないかな。大丈夫かな。よし。これだ、ウォーターオブライフ。ジャーナルが更新。これを持って水の石柱に戻ろう。うん、長時間危険を伴いながら。って何なんだろう。スウィフトスイム使ってみようかな。なんか変わったかな。水中の動きが速くなってる。やばい、引く。痛い。よし。もうスイマーいないんだ。じゃあ戻りますか。はい、戻ってきました。これで水の石柱も終わりですね。うん、水の恵みの儀式を終えた。残すはアースストーンなんだけど、一回やっぱ帰って北東かな。
ちょっと、一度戻って北東を調べてみますかね。なんだこいつ、めちゃくちゃ強い。なんだ、え、何、なんでこんな強いのこの人。待って、今アースストーンに帰る途中なんですけど、アホみたいに強い人間がいる。裸なのに。何者だ。おお、何にも持ってない。何だったんだ。あ、ここだ。ここから、北東。で、ここは、中入りましたからね。うん。で、ブラッドスカルっていう剣を取って、あ、またいるな。これは？あ、そうでもない。俺の、剣が弱くなってきてるのかな。いって、何すんだ。あれは関わらないでおこう。人いるな。なんか、ダンジョンっぽいのがあるけど。いっ、ヒデンミュージック、ここだ。カメラ、前もとなく同じか。一応もらっておこう。3個も溜まっちゃったけど。
よし。まず右。やばい、武器の耐久度がだいぶ減ってきてるな。ちょっと自分で修理しよう。ハンマー1個ここぐらいあった。こう使い切りました。いや、なんだこれ、広いな。あれ、なんか出口っあ、チャンバーオブソング、なんか変な音がしますね。なんかおならおならみたいな音がする。あれかな？
ジャーナルが更新。うん。奇妙な音楽はそこから聞こえてくるようだ。なんか上から空気が出てきてんで音が鳴ってるっていうことかな。お、下から、ジャーナルが更新。一つを叩いてみたところ、洞窟の中に響いているものと同じような音色。これと同じ音色にしろってことか。あ、違う。一番初め、真ん中ですね。そうじゃない。お、ジャーナルが更新。洞窟の中で聞こえていた音を再現した。すると聞こえてくる音のパターンが変化した。今度は あ、これだ。一番初めこれだ。低い。右かな？うん。左、右、真ん中、左、右、真ん中、左だ。どうだ？ジャーナルを更新。響いている音が大きくなり、それから聞こえなくなってしまった。あ、これで戻ればいいんだ。よし。はい。戻ってきました。これで、全部の石柱の、あれですね、クリアですね。うん。必要とされる6つの儀式をすべて完遂した。これで、あれですね。シャーマの元へ戻らなければ。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。